どうもこんにちは、ともきんこと、ともがんりょうたです。今日はですね、リクエストがあった口と声だけを使って演奏してみようシリーズをやっていきたいと思います。今日リクエスト、何の曲があったかって言ったら、ディズニーソングを口と声だけで演奏する方法について教えてくださいっていうことがあったので、今日はね、それについて紹介していきたいと思います。はい、ということでワンパターン目の紹介になるんやけど、これはね、まずは実演を見てもらった方が分かりやすいかなって思ったんで、まずは実演からご覧ください。はい、この音はシンセサイザーの音みたいに聞こえるけど、でもシンセサイザーそのまんまの出し方でやってるんじゃなくって、これはシンセサイザーの音ちょっとだけ改良してます。で、まあ、これ今までやってきたやり方とはまた違うやり方でやってるから、これもね、また一つ紹介していこうと思います。で、一つ一つって言ったらちょっとおかしいねんけど、まあ、どんな感じで出してるかって言ったら、トゥトゥっていうのを無声音で出してください。そしたらトゥトゥトゥ、こんな感じになりますよね。で、これを口をちょっと閉じて、で、まあ、隙間から出るぐらいで、という風に出してみてください。かろうじて上げてる感じですよ。そしたら、こんな感じになりますよね。で、これに裏声を足してください。すると、こんな感じに出ます。で、これに、さらにシンセサイザーの出し方を付け加えてます。というのは、この前歯あって、シンセサイザーの出し方やけど、前歯がこれやとして、で、まあ、下がこれやとしたら、この前歯と下がくっつくかくっつかへんかのちょっと微妙なところに下を持ってくるって言ったじゃないですか。で、これをしてやるだけで、トゥン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 っていう音に変わります。じゃあ、今のポイントをもう一回整理すると、まずはトゥーの無声音。で、出します。で、これをもう少し口を閉じます。で、かろうじて開いてるっていうぐらいで、こんな感じに出します。で、次、三つ目に、シンセサイザーの音の出し方をここで取り入れます。舌を前歯の近くに持ってくる。そうすると、こんな音が出ます。はい、これに音程をつけていくだけで、パート1は完成です。じゃあ次は二つ目紹介します。二つ目はですね、トランペットなんですけど、さっきのところをトランペットで演奏してやってもいい感じに聞こえます。ちょっとまた今回も音程が微妙な感じになってしまってんけど、このトランペットどうやって出してるかって言ったら、これは口の横からちょっとここを弾く、高音でプって弾きます。そしたらこんな感じの音が出ます。っていうか、これこの音が出たらほぼ成功。はい、じゃあ次は3パターン目です。3パターン目は同時に出すやり方。何を同時に出すかって言ったら、メロディーもドラムの部分も同時に出すっていう方法をやっていきたいと思います。ただ今回は普通のドラムじゃなくって、クリックロールを使ったドラムビートでやっていきたいと思います。じゃあまずは実演からご覧ください。はい、このクリックロール入りの同時に出すビートなんですけど、これはまず基本となるビートがあって、これはドタタド、これです。これがまずできるようになってください。これはまず遅くからでいいです。この遅めのビートからでいいので、まずはこれをできるようになってください。で、これをどんどん速くしていったら、こんな感じになります。で、次は、今度、早くできたら、鼻からメロディを出してみてください。こんぐらいで OK です。で、これが
できるようになったら、第一段階成功っていうところです。で、あとは何する必要があるんかって言ったら、鼻からメロディっていう風に音程変えていくだけです。で、これにっていうのを当てはめていけば、もうこれで同時にビートを出すのは成功です。はい、今日のボイパ講座いかがでしたでしょうか。こんな感じで皆さんからのリクエストに応えています。 Facebook、YouTube、Twitter どちらでも構いません。メッセージ、コメントをお待ちしております。それからですね、動画の最新情報をゲットしたい方はぜひともチャンネル登録をして動画の最新情報をゲットしよう。それでは See you next time。 また次回もお楽しみに。